違法ブックメーカーが水原一平に送った脅迫メッセージ。昨年11月17日、ブックメーカーの一人は次のような脅迫めいたテキストメッセージを水原に送った。やあ一平、今金曜の2時だ。君がどうして電話を返してくれないのか理解できない。俺は今ニューポートビーチにいて、大谷が犬を散歩しているのはここから見える。君とどうやって連絡を取ればいいのか大谷に聞いてみようと思っていたんだ。今すぐ連絡をくれ。11月17日といえば、大谷の2度目の MVP 受賞が発表された翌日であり、愛犬デコピンが初めて公の場に登場したのもこの時だった。水原に同情するつもりはないが、メールの内容が恐ろしすぎる。この話はまるで映画の世界のワンシーンのようやな。これが本当だったら毎日怖かったことだと思う。こういう脅迫を山ほどされてたんやろな。とことん大谷さんに尽くすタイプだと思っていたから驚いてる。水原さんがこんな脅され方をしていたらおかしくなるのもわかる。これでは大谷の身も危険だったということじゃないか。こんな感じで脅迫されたらパニックになると思う。この発言が本当ならやはり大谷の関与はなかったということだな。もう後戻りできない状態になってたんやな。こんなことに巻き込まれた状態でも打率3割の大谷。